阪は25度、松山は26度と、ともに夏日になりそうです。広島は22度の予想です。福岡、鹿児島、那覇はいずれも24度で、汗ばむくらいの陽気となるでしょう。全国の天気概況でした。朝の3時の NHK ニュースです。東京電力福島第一原子力発電所で。